今年で20年目を迎える J リーグに新たな風が吹いた。今シーズンから J2 リーグに参戦した松本山雅 FC、 そのホーム開幕戦に記録的な数のサポーターが駆けつけたのだ。松本山雅 FC といえば、本年はいろんなことがあった年でございます。我々のチームメイト松田直樹が練習中に倒れ、帰らぬ人となってしまいました。クラブを牽引していた元日本代表ディフェンダー松田直樹の思いを受け継ぎ、去年 JFL から J2 リーグに昇格を決めた。最初からね、まあ、親会社のいない、クラブということで、できる人ができるところから始めたっていうのも事実でありますし、その広がりっていうのがまたどんどん広がっていくもんだったんですね。かつてはサッカー不毛の地と言われた長野県、そして迎えた今シーズンの開幕戦、対戦相手は東京ヴェルディ。アウェーの地であるにもかかわらず7000人のサポーターが駆けつけたのだ。しかし結果は J リーグの洗礼を浴びた。ロングボールが多かったのでなかなかゲームに入れなかったかなと思います。いや、とにかく次勝ちたいんで、そのための準備をしっかり。初戦終わりましたけども、アウェーにもかかわらず、相手を圧倒するような応援、たくさん集まって応援してくれて、まあ、この熱、暑さっていうものをね、ひしひしと感じております。はい、もうベスト尽くして頑張るしかないと思います。応援してください。ホーム開幕戦を2日後に控えた松本山雅はサポーターに勝利をプレゼントしようと強い決意を固めていた。氷点下の気温にもかかわらずサポーターたちは練習を見学。でも何年も前から山雅を応援してます。はい、まあ、開幕戦はもう大勢のサポーターと共に多分勝利を勝ち取ってくれると思います。どんな時でも温かく見守ってきた松本山雅のサポーター。いいね、いやいい記念になること。その温かさはクラブスタッフにまで。料理普通に出されるよりはものすごく多いというか、おかずの増やしてもらったりとか、あと野菜ジュースつけてくれたりとか。そんな感じのことはしてくれますね、いつも。クラブが経営面で苦しかった時代、食堂として割安でお世話になっていたこのお店。この間は味の素まで来たけど負けちゃったけど、ね、残念。でもすごく良かった。負けたけど、なんていうの、うん、気持ちが負けて悔しいっていうのはあんまりなかったの。嬉しかった。生で見たい、それはもちろん。全然違うもの、あの迫力が。あ、そうですか。全然違う。テレビでは伝わってこないし、なかなかね。疲れないね、それ見てきた方が。見てきて元気をもらってきて、これまた夜仕事するから。試合見てきてからまた仕事するけど、全然疲れなくて張り切ってできる。松本山雅への思いがとにかく熱い松本市の人たち。さらにその熱気は商店街でも。楽しみですね。あの大勢集まるといいですよね。あ、じゃあマスターももちろん愚問ですね、愚問。もう絶対にあの勝てるように、もう思いっきり応援したいと思います。その選手たちから全員サインもらったりして、今回 J2 に上がったということで、まあ、本当に嬉しいとは思ってます。はい、ちなみにこの商店街では松本山雅のチームカラーとなる緑色の焼酎割りや、さらにグリーンビールが大好評。乾杯。
松本山雅の勝利を信じてやまないサポーターたち。しかし事件は起こった。試合前日、この日はホームスタジアムアルウィンでボランティアスタッフによる日本一気持ちのいいスタジアムを作るための作業が行われる予定だった。しかしとりあえずしてきたのは4つに分けて、はい、いで今いるメンバーで申し訳ないけど10時までの間に、ね、皆さん今でもたこ焼き屋さんとかは座れますか。何をみんなで話し合ってるんですか。今日の作戦実は昨晩から降り続いた雪でスタジアムは雪まみれに。これでは気持ちのいいスタジアムを作るどころか試合にも影響が。一体どうなっちゃうんでしょうか。J リーグは今日明日開催。 J1 第3節、未だ勝利がない柏は清水と対戦。ホームで初勝利を狙います。 J2 第5節、松本はアウェイで水戸と対戦。反町新監督の采配に注目です。ホーム開幕を明日に控えたこの日、松本山雅のスタジアムに激しい雪が。日本一気持ちのいいスタジアムを作るため集まったボランティアの人々で、今いるメンバーで申し訳ないけど10時までの間に第一ゲートからメインスタンド入ってくるところまで書いておいてやってる、はいはい、この非常事態に少しでも雪を減らそうと運動を立ち上げた人たちは雪かきに励む。しかし雪は容赦なく降り積もる。皆さんここまで動かす理由って何ですか。松本山雅の、ね、ホーム初戦の勝利に向けてサポーター力をつけて頑張ります。またでもこれ雪積もっちゃいますよね。そうですね、まあお互い雪には慣れてるから、はい、やっぱり、山川にはいい成績を残してほしいからという思いでやっております。雪でも積もっちゃいますよこれまた。ねえ、もう仕方がないですね。コツコツとやっていきたいと思います。はい、大丈夫だよ。何が大丈夫本当に大丈夫ですか。全然大丈夫、全然大丈夫。全ては松本山雅の勝利が見たいから。早くしてそんな中、この悪天候にもかかわらずたくさんのサポーターが有志の雪かきに集まってくれた。その数なんと100名。総勢100名のボランティアスタッフが大自然との戦いに挑む。その全ては松本山雅の勝利を見るために。
そしてこの熱い思いが奇跡を呼ぶ。翌日晴れた。そして雪も溶けた。溶けましたね。溶けましたね。綺麗に。もう晴れましたしね今日ね。もうなんで。ちょっと昨日の行いがいいんです。それしかないです。ありがとうございます。今日これだけこれだけですけどね。もうこれしかないじゃん。こんなに頑張ったのに。まあなんとか。開門1時間前にもかかわらず、早くもスタジアムは大行列。もう7、8千は行くんじゃないですか、軽く。なんとこの時点で集まったサポーターは8000人。先頭のサポーターは何時から並んでいたのでしょうか。ちょうど6時ぐらいですかね。6時。6時ってめっちゃ寒いですよね。寒かったですね。凍ってたんで寒かったですけど、まあ山鹿のためなんで。ちなみにこんなサポーターも。今日はどちらから。横須賀からです。横須賀ですか。え、これ先頭の方ですけど何時に出てきたんですか。3時に5時ぐらいですね。5時。いや8時から並べってなってたもんで8時に来たんですけど、もうその時はもうこの位置でみんな何時に来てんだって感じですけど。俺マジで山が好きなんですよ。ほっとけないんですよ。今日も絶対応援します。絶対勝ちます。そんなサポーターの思いは一つ。この日の対戦相手は去年まで J1 だったモンテディオ山形。そしてついにキックオフ。前半28分、歓声は悲鳴へと変わった。しかし サポーターは声の限り選手たちにエールを送り続けた。すると前半37分、鶴巻選手の左足によって同点ゴールが。 J リーグ昇格後初得点となるこの瞬間に酔いしれるサポーターたち。去年まで J1 で戦っていたモンテディオ山形と同点で前半を終えた。そしてエンドが変わった後半、ホーム初戦を白星で飾りたい選手たちは体を張って山形ゴールに襲いかかる。ところが それでも松本山雅のサポーターはエールをやめない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。試合はこのままタイムアップ。
松本山雅はホーム初戦を白星で飾れなかった。頑張ってたと思います。非常に期待持てると思います。これからもこれからも応援し続けます、はい、あ、もちろんです。残念ですけど、まあ、相手も強かったんで、ね、あの去年まで J1 までいたんで、本当にもちろん勝ちたかったんですけど、試合が楽しくて、やっぱり J に入ってよかったなっていうのを本当に今日思いました。もうね、ちょっと悔しかった。悔しい、うん、J リーグってどう、面白い、うん、面白い。こんなになんか本当見てくれてる方が増えたんだなと思うと、まあちょっとね、あの感慨深いものもありますけどね、はい、ただあのクラブとしてもね、あのサポーターにはすごく感謝しているので、あの、ね、どういう形であれ、まあ、全体で恩返しはしていきたいなと思いますけどね、はい、町にクラブがあるからみんなの気持ちが一つになれる。ありがとうございます。スポーツをする、見る、支える。人々をスポーツで幸せにするという大きな目標を掲げて20年。やっぱり地域に根ざしたスポーツ、総合スポーツ型のクラブということも着実に抵抗してきたというように思います。やっぱり我々目指すところは常にですね、レベルの高いところ、やっぱり理想を目指して夢を追ってですね、続けていくということ。それと同時に着実に一つ一つ階段を上がっていくということが大切だと思いますから、これからも100年構想はずっと続けています。 J リーグはこれからも地域の人々と共に歩み続ける。スポーツの力で日本中が笑顔になる明日を信じて。